我が輩は仕方がないからできうる限り我が輩を入れてくれた主人のそばにいることを務めた。これはあながち主人が好きというわけではないが、別に構い手がなかったからやむを得んのである。その後いろいろ経験の上、朝は飯びつの上、夜はこたつの上、天気のよい昼は縁側へ寝ることとした。我が輩は人間と同居して彼らを観察すればするほど、彼らはわがままなものだと断言せざるを得ないようになった。ことに我が輩が時々同勤する子供のごときに至っては言語道断である。まとめてこう言葉の説明したいところがたくさんありますので、先に読んで、でやっていきます。できうる限り、できる限りということです。うる限りというのも入っていましたね。まあああながちに関して、一番こうこの文の中では必ずしもというがいいかなと思いますね。必ずしも主人が好きというわけではない。でやむを得ん、やむを得ない、ね、うんですから、得ない。飯びつの上ってあります。飯びつ、もう今は使わなくなりました。これもまあ昭和史みたいなことになりますが、飯びつっていうのは木で、要するに何て言うんですかね、樽みたいな感じにして、でご飯をちょうどお釜で炊いた分を移して入れるのにいいような大きさので、蓋がついております。その蓋の上でいるのは暖かくていいですね、朝ね。で夜はこたつの上、ね、こたつと猫はつきものですね。で縁側、なんですか、のんびりとした、まあ、猫にとっては天国のような。で、こう同勤してっていうのは、一緒の、お布団の中に入り込むわけですね。5つと3つの子供、そこの中に入って寝るのはもう一番心地が良いということで。で、観察すればするほど、わがままだと断言せざるを得ない。せざるで否定してます。えないのないで否定してます。で、二重否定で肯定ですよね。もう断言するって言ってますね。断言しないわけにはいかないっていうことですね。で、ことにっていうのは特に我が輩がっていうね、ところですね。で、言語道断である。言語道断っていうのは、言葉で言語で説明する道を断たれるというような、あるいはあまりひどくって言葉も出ないとか、そういった、言語道断だっていうね、まあひどいんじゃないかっていう時にこの言葉を使いますね。ある時、座敷っていうのは畳のこう敷いてあるところですね。で、そこで爪を研いだら細君が非常に怒って、もうそれ以来ですね、台所の板の間で震えるような、そういう入れなくなっちゃって、こたつの上もちょっと、無理なような、ね、ですね。そしてわがままで思い出したことをちょっと言っています。
で、我が輩の家の主人が失敗した話、何かって言いますと、元来もともとこの主人は何と言って人に、優れてできることもないが、何にでもよく手を出したがる。俳句をやってば、まあ、ホトトギスっていう今雑誌があるんですね。こういうような好きな人の、雑誌。そこへ投書を出したり、新体詩を明星に出したり、間違いだらけの英文を書いたり、気の毒なことにはどれもこれもものになっておらん。この主人がどういう考えになったものか、ね、歌いや俳句をやめて絵を描く決心と見えた。果たして毎日毎日昼寝もしないで絵ばかり描いている。描き上げたものを見ると、何を描いたものやら誰にも鑑定がつかぬ。ここは字でもっては書きませんでしたけれども、3に、つながっているところであります。私がここで3の方に早く行きたいと思いましたのは、主人のこう人となりがはっきりわかる部分、好きな部分があるんですね。で、お楽しみになさってください。